コー藤波、日本ハム入りか。言うほど意外か。ありそうな気もするわね。藤波って残念なんや。来年も新庄続投するんか。ジャスティスで味しめたか。球団関係者、誰やこいつ。岩本か。背番号11を用意。藤波を化けさせる前に今いる投手陣どうにかしてくれ。家賃にあの件謝ったのかな。ポテンシャルだけで契約をむしり取る男。話題性だけで集めてんのか。ファンは震えて眠れ。日ハムならありそう。もはや先発の戦力としてじゃなくて兵器としてみんな欲してるのな。アメリカに骨を埋めろ。セミは来るな。パリーグで頼む。パリーグに来んな。押し付け合ってて草。そもそもこのままやと今月にも DFA やろ。ポテンシャルだけは一級品で、加えて同一リーグ他球団に入ったら地獄って脅しもん強すぎない。争奪戦不可避やんか。大きな物価っこ物理攻撃。あっさり阪神戻ってセファンを驚愕させそう。三段重やぞ。ご視聴ありがとうございました。